いらっしゃいませ、西酒場へようこそ。店長の大城です。何名様ですか？1名様ありがとうございます。飲食店あるある、ちょっと高級なお店に行った時に会計時に出るサービス料 10% の意味が何回説明されても分かんない。はい、ありがとうございます。これね、ないっすか？俺ね、もう飲食店で働いた時間も長いんですけど、で、そのサービス料を取ってる、お店もので働いてる人ももちろん知ってますし、聞いてもね、なんか、いや、サービスが、よくいいサービスするためとかって言われるんですけど、なんか、最初から値段に乗っけとけよって思わないですか？500円の料理550円って書いときゃいいだけの話なのに、なんか、ちょっと安くし、ね、あ、安いと思わせといて、最後に取るって、まあ、確かに書いてますけどね、下に、サービス料 10% いただきます、みたいな。なんかね、なんか納得いかないですよね。最初から料理につけとけ、料理がドリンクにつけといてくれたらいいのに、なんだろう、なんか嫌だなって、まあ、僕がちょっと耳きいのかな。でもね、とか言っても、なんか、たまに間違えてオーダーとか持ってこられたりとか、なんか、謎のサービスっていうか、なんか失敗されても、いや、じゃあ今日サービス料 5% にしときますねとか、帰り言われないんですよ。ね。なのに、もう満額取るっていう、取る気満々のあの設定も気に食わないですね。はい。ということで、愚痴は終わりましてですね。今日は、アボカドと生ハムの天ぷら。はい。モテそうですね。みんな好きなんですね。はい。天ぷらなんで、ね、材料基本的にはこの2つです。メインの食材は。で、天ぷらで、加熱するんで、高い生ハムは使わなくて大丈夫です。これはね、ロースの、まあ、安いやつ。だから、プロシュートとかね、ベジョータみたいなのは使わなくて結構です。で、あとこっちのがね、使いやすいんで、巻きやすい。で、ぜひこちらの安い方を使ってみてください。簡単なので、ぜひやってみてほしいと思います。このチャンネルでは、いろんなね、おつまみになる料理とかですね、皆さんの夜の晩酌にね、夜の晩酌にね、華やかになるような料理紹介しますので、よかったらチャンネル登録お願いします。それでは作っていく。アボカド生ハムを16等分していきます。いいね、半熟だね。いい感じだ、食べ頃だ。で、今回は、生ハムがね、塩味がしっかりついているので、本当に生ハムとアボカド包んで、下味とかなしでね、生地にも味もそんなつけないで作っていきます。それでは、16等分半分に切って、で半分で、アボカドはね、こう球体というかこうなって斜めにね入れていこう。こうね、こっちもこうやって入れちゃうとサイズ感のこうばらつき出ちゃうんで、ちょっとね気にしてみてください。で、こっちもアボカドを生ハムで巻いていきます。ちょっと山だ、これ一番めんどくさいです。よし、やっていこう。で、これ安いやつの方がね、こういうね感じで巻きやすいんで、余談なんですけど、僕なんか病院行くと舐められるですよね。なんか舐められて、そういうペロペロって感じじゃなくて、本当にバカにされるというか、この間もなんか歯医者にいたんですけどね、最近ほらコロナのせいでっていうか、まあ体温をもうその入院入った時に測るんですけど、でおでこでピピって測るタイプのやつやったらね、なんか前髪があるんで前髪の上から測っちゃったみたいで、なんか温度が 33. 何とかみたいになっちゃって、したらその受付の人が、あ、これじゃ死んでますねっていきなり言われて、クリニックですよ、クリニックのお客さんに一発目で、あ、これ死んじゃってますんでもう一回測らせてくださいとか言われて、マジなんだ、まあ、いいんだけど、よく知ってる歯医者さんなんでね、いいんですけど、まあ、受付の人はそんなね、ほぼ初対面なんであれですけど、まあでもまあいいかと思って。あと前なんかお腹すごい痛い時があって、見に行ってもらったんですよ、内科にね、かかりつけのお医者さんのところに。そこ行って、まあ、結局胃腸炎だったんですけど、
やっぱ痛すぎて、その時の僕はなんか、もしかしてこうなんかがんとか、なんかそういうなんか重い病気なんかどうしようってビビって言ったんですけど、ただ担当の先生がこれはね、あの雑魚の病気ですから、弱ってるね、おじいちゃんとかね、弱ってる子供ぐらいしかかんないんですよ、ははーとか言って、なんかもっともうちょっとなんか言い方あるだろうと思ったんですけど、まあまあ僕もねその時確か弱ってたんで、まあそれはそれでしょうがないかなって思いながら、まあ舐められやすいということですね、僕はそういうなんか癖が最近あるみたいで、病院行きたくないです。だからお父さん巻くの上手だね。ありがとう。いつも巻いてたの。やってみる。私もやってみたい。いいよ、おいで。こんなお姿ですか。映んないから。あ、そっか。ちょっとアルバイト来たんでアルバイトもやらせます。じゃあこれね、1枚取って、ハムを1枚取ります。もう一回やろう。もうこのままでも食べれそう。確かにこのままでうまいかもね。天ぷらを今からやる天ぷら否定してきた。え、あ、これ天ぷらやんだ。そうだよ、フリットね、フリット。あげんだ。あげるの。あげるんだ、思わなかった。これはこれでまあそれはうまいだろうよ。あげてもうまいね。揚げ物みんな好きですよね。これちゃんと包んで、集中して。気使って揚げ物。しゃべったら時給払わないよ。そこうね、ちゃんとすぐやるですよ。子供を働かして金払ったら捕まるってことだ。なんで？いやまあその芸能事務所とかは別だけどさ。だってお金。いや中学生からしたら基本働いてダメなんだ。なんか手続きがいいんだよ。店長。はい。これさ、醤油チーズ食べたらどうかな。あ、うまいんだね。でもほら、生ハムがさ、すでにしょっぱいんだよ。だから、そんなに、まあ、でも美味しいと思うけど、これ醤油つけたら大体うまいだろ、世界中のもの。できたー、はい。美味しそうだね。はい、それでは天ぷらから作っていきます。でね、ワンカップぐらいですね、天ぷら粉この4つで、今回は少し、塩、あと砂糖ちょっとだけ、ベーキングパウダー小さじ1ぐらいで、水で溶いていきます。全体的にね、薄く小麦粉を入れていきます。生ハムがね、しっとりしてるんで結構つきやすいんでね、これは楽だと思います。で、裏側もね、やっていきましょう。温度がね、170度ぐらいになったら揚げていこう。で、生ハムもね、アボカドも生で食べれる食材なので平気で、衣のね、色が美味しそうになったら引き上げてもらって大丈夫です。全部で16個作ったんですけど、まあ8個ずつ揚げていきたいと思います。一気に入れるとね、くっついたり温度が下がったりするので。はい、上がりましたね。上がった順にね、引き上げていきます。こう持つとね、こうジューっていうね、音が、これも上がってますので。それではアボカドと生ハムの天ぷら完成です。はい、それでは出来上がった、やっと食べれる。乾杯、お疲れ様でございます。本日も感じどう、映ってる、うん、まずそのままね、食べてみたいと思います。あー、これはいいですね。うまい、罪悪感がない、揚げ物なのに。
アボカド野菜だからかな。ちょっとレモンね、かけて食べたいと思います。美味しそうなんだけど。うまい？食べた。食べやすいね。これね、冷めても美味しいんですよ。なんで、作って、まあ、お弁当とかね、まあ、パーティーとかね、お家でご一緒される場合は、作って置いておいても、ちょっと喜ばれると思います。まあ、中身アボカドなんで、冷めてもね、大丈夫です。うん。レモンかけた方がうまいな。レモンかける？うん、かけたい。さっぱりする。ちょっとアルバイトが来たんで。いや、うまい。はい、どうぞ。今回はアボカド1個と、まあ、生ハムのパックね。ベースハムの安いやつ。で、約2人前できました。まあ、8個で2人前ってやってるんですけど、まあ、ワインバルとかあったら4個で十分だと思うんですよね。4個で、アボカド1個と4人前できて、まあ、それなりにね、値段、まあ、取れるってわかんないけど、いいと思います。タパス的な感じでね、やってもらっても大丈夫だと思います。あー、うまい。結構美味しい。だろ？美味しいんですよ。よし、最後までご視聴ありがとうございました。それではまたご来店をお待ちしております。さよなら。はい、最後までご視聴ありがとうございました。生ハムとアボカドの天ぷらでした。オープニングで言った、サービス料についてもやっぱね、冗談っぽく言ってましたが、やっぱり僕やっぱムカついてるんですよね。あれ、どう思います？あれ、しかも、サービス料にもね、消費税加算されるんですよ。つまり1万円分食べたら1万1000円じゃないですか。ね。だけど、1万円分食事取ったら、サービス料で1万1000円になって、その1万1000円に対して 10% かかるんですよ。マジで意味わかんないですよね。だったら、ね、最初から入れときよって話だけど、それってね、ほんとね、サービス料をこうつけてるとか、逆に僕サービスに自信がないんじゃないかなって思っちゃうぐらい。むしろね、消費者からしたら、サービス料取れない方がサービス的な要素あるいいお店だよねみたいになっちゃうんですよね。これどう思いますか？うん、あとね、あともう一個なんだっけ、ムカついてることあったんだよな。あと席料だ、席料。席料の話もしていい？席料も、なんか僕もね、詳しく聞いたことあったんだけど、結局場所をね、借りるから、その使わないお客さんもいるし、ただ座ってね、一杯だけってあとはやっぱ儲かんないから、場所代っていうのを取ってるんですっていうところもあったんだけど、それっておかしくって、使わないお客さんもいれば使うお客さんもいるでしょ。それをね、一律に使わないから認定して使うお客さんからも席料を取るっておかしくない？書いてきゃいいんですよね。2000円以上お使いの方は席料無料ですとか、まあ、3000円でもいいけどね。それをね、なんか場所代だからとか言って、じゃあ料金に組み込めばいいじゃないですか。でも組み込んだら高めて思われるから嫌で、逆に座っても一杯で頼まなかったら、そういう人がいるからなんか席料って取ってるんですみたいに言うけど、いや、そしたら使った人のとこ引いといてよって、じゃあそれいくらからなのよっていうのをマジでね、僕思うんですよね。これに関してはね、今度ねマジで普通に飯食べながらの動画でね、ちょっとぼやきます。はい、それでは最後までありがとうございました。また次のご来店をお待ちしております。さよなら。